一歩を踏み出す時かもしれませんね。大丈夫ですよ。今まで通り変わらないのが気楽かもしれませんが、それじゃきっと新しい幸せは手に入らない。だからお湯がぬるいとか給湯器の調子が悪かったら検討すべきかと。例えば電気の給湯をエコ給湯に変えれば毎月の光熱費が安くなりますし。一度確認しましょう。善は急げです。給湯器が壊れる前にエコ給湯でどれだけ安くなるかチェックしてみませんか。